世田谷パブリックシアター7月公演森フォレで、物語を貫く代々の女性たちのルーツに深く関わるフランス兵リュシアンや、青年時代のエドモンを演じます亀田義明です。1800年代から2000年代にかけてのある女性のルーツを描いた物語で、その中で関わっていく人々の関係だったり思いだったりっていうのが、こう時にすごく激しく過激で、でその人の苦しみだったりとか愛情だったりとか欲だったりっていうものがとてもこう特徴的に描かれていて、興味深く読みました。僕は岸リトラルにも出演させていただいたんですが、あの作品がすごく僕の中で印象に強く残る作品でして、今回その絵で森フォレの台本を読んだ時に言葉がリンクしてったりとか、つながりみたいなものを勝手にすごく感じて湧き立つような思いでした。同時に責任も感じます頑張ります。以前ご一緒した方もいて、とっても心強く思ってて、で新たに今回初めて一緒になる方もいて、稽古場で会えることをとても楽しみにしております。よろしくお願いします。何よりもお客様にやっぱ劇場で見ていただくっていうことが、我々にとっては何よりも大切なことです。そのためにやれることは全てやっていきたいと思っております。ぜひぜひ劇場にお越しください。